バンド折りとは、インクルルームと呼ばれる簡易折り機を用いた折り物手法の一種である。バンド折り自体は、シェイクスピアの恋の骨折りゾンに登場したことがある。米国2930年代頃に持ち込まれたとされ、期限はその数世紀前と考えられている。この手法は、一般的にストラップやベルトなど、大量のものを折る際に活用される。インクルルームには床置き型と、 卓上型の2種類が存在する。どちらの方も木製のフレームに複数のダボがつなぎ合わせているのが特徴である。折る際には縦糸をこれらのダボにお巻きつけることとなる。ダボの一つはスライドさせることによって位置を調節させられるようになっている。それにより折りの進み、具合に応じて縦糸へのテンションを調整することができる。インクルルームの 角ダボに縦糸を決められた順序に従って巻き付け、角縦糸にヘドルを取り付け、その後に縦糸を手で上下させて、ひぐを開けながら横糸を通していくのが基本手順となる。横糸は基本的に帯の端の部分でのみ表出するので、それが目立たないように端の縦糸の色を横糸と合わせて目立たないようにすることもできる。折り作業が進むにつれて、 縦糸は折り木にきつく巻きつくことになるので、折り手は縦糸にかかるテンションを適宜調節する必要がある。上級技術の一つとして、縦糸のすべてをまとめて上下させるのではなく、一つ一つの糸を糸的に持ち上げながら折るピックアップがある。こうすることによって、帯の片面に縦糸、もう片面に横糸を表出させられ、応用の仕方次第では複雑な文字や 企学模様といったものを表現することができる。インクルルームで折られたものは強度に比較的優れており、平らな帯状の品物を折るのに向いている。現代では、ギターやカメラ用のストラップや、カラフルな靴紐を折るのに使われることもある。従来は、ベルトや馬の手綱を折る際に活躍したと見られる。ありがとうございます。